どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、月額制宿泊サービスのハフ、なんとですね、888円からね、始まられるキャンペーンが開始になりましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、月額制宿泊サービスのハフですね、私ね、定期的に、あの、キャンペーン等々ね、紹介させていただいておりまして、まあ、このね、 月額制宿泊サービスハフ自体もですね、まあ、定期的にね、使っているっていうふうになりまして、今回ね、888円でね、利用することができるキャンペーンが来ておりますので、まあ、今までですね、一番ね、お得に入会することができるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、 気になってた方はですね、今回のタイミングでね、入会していただくのはかなりね、おすすめっていう風になりますし、またね、12月に入りましたということで、まあ年末年始ということでね、こちら、えー、利用することができるホテルね、ございましたらかなりね、お得に利用することができるのではないのかな、なんていう風に思いますので、 気になる方、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずね、この月額制宿泊サービスって何なのかっていう話なんですけども、旅のサブスクなんていう風にね、言われておりまして、このね、月額制宿泊サービスハフっていうのは、サブスクなんですよね。ですので、今回ね、888円で利用することができるわけなんですけども、まあ、今月ね、888円で利用することができて、こちらね、登録時に888円ね決済が落ちます。 で、来月ですね、えー、こちらね、もともとね、えー、ベーシックプランっていうのが、まあ、888円になっておりますんで、まあ、来月になればですね、2 0 0 9えー、っと、2908円かなえー、まあ、3000円ぐらいのね、決済が落ちるっていう風になっておりますんで、このね、登録した時点でですね、このね、課金が入るっていうことは、ぜひね、覚えておいていただきたいなぁと思います。またね、サブスクっていう風になりますんで、利用したとしても、利用しなかったとしても、このね、 決済が落ちる金額に関してはですね、返金されないっていう風になりますんで、この点ね、注意していただきたいなと思います。またね、この月額制宿泊サービス、ハフなんですけども、私ね、個人的にはですね、おすすめはね、させていただいているんですけども、どんなに安くてもですね、 月々ね、3000円ぐらいですね。ま、あ今、初月ね、あの、安くなっておりますけれども、あの、毎月ね、ずーっと課金し続けるとですね、年間3万から4万ぐらいね、かかってくるサービスなんですよね、このハフっていうのは。ですので、まあ、基本的にはですね、コインを貯めて、どっかのね、このホテル泊まりたいみたいなね、目標があってね、貯めていただくのはね、ま、あいいのかな、なんていうふうに思うんですけれども、基本的にはですね、利用するときに課金して利用するみたいな、ま、あこういった感じでね、利用していただくのがね、いいのかな、なんていうふうに に思いますので、ずーっと使い続けてね、あの利用するっていうのはちょっとね、お金がかかってくるっていう風にね、なりますんで、まあそこはね、あんまり私個人的にはね、お勧めすることができないっていう風になりますんで、この点もね、ぜひ覚えておいていただきたいななんていう風うに思います。 ということで、キャンペーンの詳細ね、見ていきたいなと思うんですけども、はい、ということで、こちらがですね、旅のサブスクハフのハフ最得祭りということで、今ならですね、2908円初月70%オフで、 888円で人気ホテルが泊まれるということで、今回ね、12月28日までにこのキャンペーンがですね、12月1日より開始になりました。で、今回ですね、まあ、3つの採得ということで、まあ一つずつね、紹介していきたいなと思うんですけども、新登録は採得で、初月70%オフで、先ほどから言ってるように、今なら888円で、このね、ハフが始めることができるって言った味になります。またね、このハフっていうのはですね、招待機 キャンペーンをね、ずっとやっておりまして、通常ね、招待で入会すると100コインしかもらえないんですけども、まあ、今回ね、200コインがもらえるキャンペーンっていう風になっております。まあ、こちらのね、あの、招待コインのね、あの、倍になるキャンペーンは毎回ね、200コインになっておりますので、まあ、これはね、あの、キャンペーンの時はこの <laughs> コイン数にね、いつもなっております。で、コインがね、購入していただくのはですね、まあ20、20%オフで購入することができるっていう風になっておりますんで、まあ、こちらね、本当にこの、 ハフっていうのは、このコインがね、ありますよね。コインでホテルに宿泊するっていうふうになりますんで、まあこれね、ポイントみたいな感じでね、思っといていただければなと思うんですけども、まあこのね、あの、ホテルに必要なね、ポイントが、まあ20%オフでね、購入することができるっていった形になります。ですので、現金決済とね、比較していただいて、コイン購入して、宿泊していただくのがね、まあお得になるようであればですね、こちら購入してね、利用していただくのはね、非常におすすめっていった形になります。で、ま、あ まずね、知りたい。ハフって何ということで、まあ、お得に貯めたハフコインで人気のホテルに泊まるサービスで貯まる、使える、積み立てながら、泊まりたい時にすぐ使えるということで、まあ、こういった感じにね、なっているわけなんですけども、で、ハフだからできることということで、ハフのね、おすすめポイントなんですけども、まず一つ目がですね、土日、祝日前日とかね、ここら辺が全部同じ値段っていう風になるんですよね。ハフはね、先ほどから言ってると思うんですけども、コインでね、宿泊していくんですよね。 ホテルにですので、この必要コインがですね、土日であっても、祝前日であっても、またね、ハイシーズンであっても、同じ必要コインでね、宿泊することができるっていう風になりますんで、 これがね、ハフの非常に強いポイントですよね。ですので、枠さえ空いていれば、まあ年末年始とかね、まあ12月31日とかね、そこから元旦とかね、一番ホテル値上がりすると思うんですけども、そこもね、値段、枠さえ空いていれば同じっていう風になりますし、まあクリスマスとかもですね、値段上がると思うんですけども、ここら辺もね、すべて同じ値段で、ね、利用することができるっていう風になるんですよね。これもね、おすすめポイントなんですけども、まあ個人的にね、一番おすすめ ポイントなのはこちらですね。前日までキャンセルが無料なんですよね。これ非常に大きいですよね。特にね、お子様が小さい方であればですね、まあ、いつね、体調崩すかね、わからない部分がございますので、まあそういった時にですね、前日まで無料でキャンセルできるっていうのはね、非常にいいですよね。これがね、国内だけではなく、海外でもね、利用することができるっていう風になりますんでね。 非常に大きいですよね。で、次ですね。ここら辺はですね、正直ね、お得になるっていう風に書いてあるんですけども、まあ、これね、あの、有料課金をですね、ずっと続けていくと、まあ、3ヶ月目から5%オフ、半年から7%オフ、12ヶ月目から10%オフ、まあ、必要コインが、まあ、簡単に言うとホテル代がね、こういった感じで、ま、安くなるっていう風になるんですよね。まあ、目標があるね、ホテルがあってっていうのはね、あるのであれば、ずっと有料課金続けていただく のはねまあ、いいのかななんていう風に思うんですけどもまあ一月3000でもね年間で3万6000かかってくるっていう風になりますんでまあ、これはねそんなにっていうところはね個人的にはしてしまうんですけども一応ね長期で有料関与を続けていくとこちらはね 割引がね、適用されるって言った鉢になります。それはね、プランの話にね、入っていきたいなと思うんですけども、まずね、ベーシックプランが80コインで888円で利用することができるって言った鉢になります。いやね、今まででハフ一番最安値なんじゃないですかね。で、こちらね、あの、安いことは安いんですけども、888円でもらえるコイン80コインなんですよね。で、 こちらね、紹介 URL から登録すると、えっと、本来25コインでえ、今回のこのキャンペーンで一応2倍になるっていう感じなんですよね。どっかに書いてあったら、もらえるコインが2倍ということで、50コインがもらえるっていう風になると思うんですよね。ですので、全部で130コインっていう風になるわけなんですよ。 ですので、えー、こちらね、下の方にね、あの、50コインで泊まれるホテルね、ありますよ、みたいな感じで書いてあるんですけども、えー、こちらね、ほとんどドミトリーだと思っといた方が、 いいですね。で、正直ね、130コインで、えっと、個室のホテルね、まあ、泊まれるところ、まあ、探せばあるかと思うんですけども、まあ、かなりね、少ないと思いますので、まあ、こちらね、ベーシックプランをお勧めするっていうのは、まあ、基本的にはですね、まあ、お一人の方で、ドミトリーも OK みたいな感じで、まあ、こういったね、50コインとかね、いうホテルに、まあ、1泊、2泊、3泊、まあ、130あれば、 まあ200ぐらいできると思いますんでね。まあこういった感じで利用できる方はまあいいかと思うんですけども、まあご家族連れとかね、まあ個室じゃないと嫌だっていう方は、ちょっとこちらね、探せばあるかもしれないんですけども、まあ基本的にはですね、え個室がいい方はお勧めすることができないっていうふうになりますんで、一応ね、888円でね、利用することができるんですけども、本当にお試しっていう感じになりますんでね、この点は注意してください。 で、次にですね、もっと早くコインを貯めたい方ということで、こちらね、いつも、えー、この価格でね、キャンペーンやっていると思うんですけども、スタンダードプランですね。まあ、どちらかというとですね、ご家族連れでね、利用される方はこっちの方がいいですかね。まあ、2940円ということで、えー、価格高いわけなんですけども、まあ、300コインもらえるっていうふうになりまして、またね、消化 URL で、ね、入れていただくと500コインね、えー、もらえるっていうふうになりますんで、まあ、そうなるとですね、えー、星野リゾートのね、 大本とかも2泊ぐらいね、コイン数的にはね、あの宿泊することがね、あのできるホテルもあるっていう風になりますんで、まあ基本的にね、ご家族連れの方はこっちがね、おすすめって言いたがちになります。で、500コインあればですね、星野リゾートのね、お,おも、えっ、ー、と、京都とかね、利用することもできますし、京都ね、もう1個星野リゾートもね、利用することもできるっていう風になりますんで、まあこちらね、まあこちらだったら250コインで2、ね、泊。200 まあ、これでもね、2泊。もうちょっと頑張ればね、3泊とかもね、まあ、現地的にできるかな、なんていうふうに思いますので、まあ、こちらね、このね、スタンダードプランでね、利用していただくのもね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ、ちょっとね、こっちでね、200コインね、最初もらえるんじゃないか、みたいなふうにね、思ってたんですけども、まあ、これね、どうやらね、あの、ベーシックプランだとね、本来25コインしかもらえないみたいなんですよね。 で、今回のキャンペーンで2倍で50コインで合計130コインっていうふうになりますんでね。まあそうなってくるとね、さすがに初月だけじゃ正直ね、きついかなってなると、まあ結局ね、コイン数足りなくてってなってしまうと思うんで、まあそうだったらね、まあ2940円で500コインもらっといて、まあ200ぐらいね、1ヶ月以内に利用していただければね、まあかなりいいのではないのかななんていうふうに思いますんで、まあこういった感じでね、覚えておいていただければなと思います。 で、次にですね、友達を招待すると、まあ、8コインもらえますよということで、まあ、こちらね、えっと、スタンダードプランを紹介すると、200コインがもらえて、紹介したお友達が、スタンダードプランに登録すると200円もらえて、ベーシックだったら50コインもらえますよ、みたいな。まあ、こういった感じのね、キャンペーンがやっております。で、3つ目ですね。 こちらですね、コインまとめ買いということで、コインパックセールもね、やっているということで、まあ、100コインですね、2640円でね、380コイン、9980円で購入することができるっていうふうになりますので、まあ、こちらに関してはですね、まあ、通常のね、ホテル予約サイトと、ま、比較していただいてですね、まあ、コイン購入して、ハフで予約した方が安いのであればですね、こちらね、利用していただくのもね、いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、コイン自体のね、価格は結構高いんでね、まあ、一応 20%オフになっておりますけどもねでも高いですよ100コイン2640円ですからねこれでね何泊するかどのホテルに宿泊するかでね結構これはねあの一概には言えない部分はございますので利用したい方はですねぜひね比較して利用していただければなぁと 思います。で、またですね、こちらホテル検索するときにね、ちょっと覚えておいていただきたいんですけども、これね、ハフの公式サイトでなんかまとめてね、見れればね、いいんだな、いいのになって思うんですけども、こういった感じでですね、下タディンハーバーフロント横か、まあ、こちら12月20日まで特典ありとかね、えー、アワーズイン、阪急1月31日まで予約特典ありという感じで、まあ、こういった感じでですね、まあ、コインが下がっていたりとか、まあ、またね、あの、特典 受けられたりとかですねこういったね、ホテル独自でキャンペーンみたいなのを別途ね、やっているホテルもあるんですよね。で、こちら一応ね、この横浜のホテルとかね、えー、見てみるとですね、こちらが、出ているキャンペーンがどっかに書いてあると思うんですけども、えー、こちらですね、プロモーション期間、えー、10月の6日から2023年20日まで、 えー、こちら、宿泊分で、えー、12月2日平日のレートチェックアウトが特典付きで通常色を特に利用することができますということで、まあこういった感じでね、レイトチェックアウトが通常11時のところが12時まで平日限定にはなりますけれどもね。まあこういったのはですね、ホテルごとによってですね、あの設定されているホテルがございますので、まあこれで、ね、一覧とかでね、見れたらね、もっと利用しやすいのにな、なんていうふうに思うんですけども、まあこういったのもね、ありますので、あの予約 するときにですねこちらもねぜひチェックしていただければなぁなんていうふうに思いますまあ私ね結構最近このハーフで、ね、今は課金中で、えー ホテルね、結構探してるんですけども、レイトチェックアウトがね、やはりこの10時から12時みたいな感じで、利用さきるところが多いかなっていうところですかね。まあ、朝食はつくっていうのはあんまり聞いたことがないんで、まあ、基本的にこ、あの、レイトチェックアウトとか、アーリーチェックインがね、利用できるみたいな。まあ、こういった感じになっておりますので、まあ、こちらもね、ホテル探すときにですね、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。基本的にね、ホテル名のね、こここら辺にね、あの、書いてあることがね、多い っていうふうになりますんで、こちらもぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。ということで、今回ですね、ハフがね、最徳祭りということで、キャンペーン開始しましたので、こちらを解説ね、させていただいたわけなんですけども、ぜひね、ハフ気になってた方はですね、ぜひね、えー、このタイミングでね、利用していただくので、ね、非常におすすめっていうふうになりますんで、ぜひね、利用してみていただければなと思います。で、冒頭にも言った通りね、こちらはサブスクっていう風になりますんで、 今月利用していただいて、1ヶ月以内にですね、ホテル宿泊していただいて、まあ、利用していただくのがね、おすすめです。で、来月になったらね、本来の割引じゃない価格で課金落ちるっていうふうになりますんで、この点ね、注意していただきたいな、なんていうふうに思います。このキャンペーン自体ですね、12月の25日まで、ね、やっているっていうふうになりますんで、 このね、12月1日でこちら課金開始になったら、えー、1月の1日にね、次課金来ると思いますので、まあこういったね、感じになりますんで、12月のね、25日にね、入会したら、まあ1月の25日までがね、宿泊期間っていう風になりますんで、まあこちらね、あの、利用するタイミングでね、入会していただければな、なんていう風に思いますので、このね、使っても使わなくてもお金がかかる部分がね、ございますので、この点はね、本当に注意ね、していただければな、なんていう風に、 思います。このね、ハフね、あの、金、銅とかね、祝前日とかね、まあ年末年始、まあ大晦日とかもね、利用することができればね、まあ非常にお得にね、利用することができるというふうになりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役にかった方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。